片山とブルーノメンデスですが、預けて一度下げる、下がいる、清武が出てくる、決まった。足元で受けると見せて背後、ここ空いてるなと思って、このタイミングでこのコントロールがシュート、この技術ですよね。ピタッと止めて落ち際ですよね。相手来てますしね、このタイミングじゃないと、はい、やっぱブロックされますしね。で、藤田選手もよく見てましたしね、ここ空いたところ、このコントロールからシュート。